はい、お願いします。はい、今日はじゃあ、日曜日あったキーンランドの開講、はい、それと、明日、明後日土日にあります重賞3レースのヒントっていうものを、話していきましょうかね、はい。まずキーンランドの開講からですね、はい。キーンランドっていうのは、札幌の 1200m でしたね、はい。でまずその、まあ、福山さんと今一緒に競馬をずっとやってきて、はいはい、だんだん競馬がその知識が増えてくると迷ってくるんですね、はい、うん。で少しこの辺でシンプルに一回しましょうかね、はいはい、うん。まずその考える手順としてね、はい、うん、キーンランドのその前日のオッズの順位っていうのがありましたね、はい、で1位が都心マカオ、はい、で2位がバトレニー、はい、3番人気が、ウィンマーベル、はい、4番人気がエイティンガール、はい、5番人気がジュビリーヘッド、6番人気が、ベントベーチェ、はい、で7番人気がロードマックス、はい、8番人気が、僕が見た時にはね、名所ミモサ、っていうふうに、まあ、なってたんですね。で、手順として考えるときに、はい、まずワイドの型として、はい、2番、3番、4番人気から糸を選ぶ、はい、ですが、はい、まず基本としてですね、はい、2番、3番、4番人気っていうのは、まず基本的には2番人気なんですよ。はい、軸の第一候補はね、はい、じゃあ3番人気と4番人気はどう捉えるかっていうと、はい、2番人気に勝てる馬を3番人気4番人気から探すということですよね、うんうん、だから普通はさっきの前日オッズの時に何も考える前にもう軸が、うん、2番人気、うん、そして相手が5番人気と6番人気、うん、これがまず基本なんですね、はい、うん。そしてじゃあ3番人気と4番人気はどう考えるかというと、この2番人気に勝てる要素がこのあるかないかを探すんです、統計から。でこれもあと5番人気6番人気なんですけど、7番人気8番人気とあと候補がありますよね、はい、そしたら5番人気6番人気に勝てる馬が7番人気8番人気にいるかっていう視点で統計を探すということをすると、で、まあ、まあはっきり言って分かんなかったと、そうなったら答えは2番人気の馬と軸で相手が5番人気と6番人気なんですよ。分かりますよね、うん、あの統計的に言えばね、分かりますねこの意味ね、うん。じゃあまあそうなかなかあのそうばっかりはならないから、はい、うん、あの競馬は面白いんですよね、はい、でじゃあその時に実際にこのキーンランドで、その要素って何かって言ったら、基本的にはあの競馬場と距離の適正なんですよね、はい、競馬場の適正、はい、あと距離の適正、はい、うん、それの馬と、うん、機種の両方ということになりますよね、はい、うん、分かりますよね、適正ね、はいはい、それともともとやってる明治、はい、ね、この明治ということと、はい、この適正、うん、ということを物差しにすると、うん、2番人気よりも勝ちそうな馬がいるかもしれない、うん、ということですね、はい、じゃあ実際に2番人気はバトレニーでした。バトレニーってどういう馬だったかっていうのを統計で見ると、うん、はい、札幌の1200の経験がない馬でした。はい、わかりますね、はい、うん。ないからダメじゃないんです、うん。まずないんだなっていうことです。うん、はい、うん、じゃあ3番人気の
ウィン・マーベルはってなったらあるんですね、はい、札幌1200の3着以内、うん、ワイドですから3着以内だったらいいわけですから、うん、3番の経験があって騎手が単内騎手なんですね、はい、騎手が違うんだなと、はい、うんうん、あのこのキーンランドの時には松山騎手でしたから、はい、うん、あでも馬はバトレニーよりもウィン・マーベルの方が経験があるんやなって、うん、はい、じゃあ4番のエイティンガールは、はい、って言ったらエイティンガールはもう ありまくりなんですね。そうですね。キーンランドの2021年が2着で、はい、2020年が1着、はい、これ同じレースなんですね、うん、ただこれもまた統計で、はい、3年連続重賞同一レースで、はい、同じ馬が構想することは統計的にほとんどないと、はい、これはね、うん、初心者だから、まあ、知らなかったから、うん、あのなんて競馬場適正って考えたら、うん、バトレニーウィンマーベルエイティンガールだったらエイティンガールの方があるっていうふうに考えて間違いじゃないんですね、うん、はい、で福山さんはそのエイティンガールを選んだんですね、はい、うん、ただ、うん、その一つは、はい、その4番人気だったということから考えれば、はい、その途中で福山さんが、はい、その3年連続の構想は難しいということをこれ知ってたんですよね。そうです、うん、これがもし3番人気とか2番人気だったら、うん、もっと悩まないといけなかったですけど、うん、4番人気かということは、うん、馬券を買う人もそれを見越して4番人気になってるんだろうな、うん、ということだって普通におかしいじゃないですか。そうよね、うんうん、なんか2番人気とか3番人気とかもっと言えば1番人気とかなってそうな感じだけど、そうよね、うん、あこれは私が今まで知らなかっただけで、うん、はい、あの予想してる時に、うん、あのガンマさんの、はい、うん、予想を見てたらそうやって書いてたけど、うん、まあそれは知らないことっていうのは、はい、なかなかはいそうですかっていうわけにはいかないのが当たり前なんですけど、はい、2番人気3番人気4番人気普通は2番人気なんだなと、うん、はい、うん、いうことは2番人気に勝てるちゃんとした要素が、はい、なるほど、プラスの要素があったら、はい、うん、そしてマイナスの要素があったら、うん、それダメなんだなっていうことですね、うん、はい、これ5番人気6番人気の相手に関しても同じですね、うん、はい、うん、普通は5番6番なんやなと、はい、うん、でも7番8番に非常に明智の騎手がいたり、うん、ね、はい、適性が馬と騎手の適性があったらそれを選ぶのが当たり前ですよね。だっていつもいつも軸が2番で相手が5番人気6番人気じゃないんだから、うん、はい、わかりますよね、はい、じゃあ人気で選んでいいんですかっていうことになってくると、うん、じゃあ結果どうなってるかっていうとですね、はい、うん、僕が、うん、あのこの7月8月の今年のね、はい、うん、重賞4、14レースあったんですよ、はい、で重賞14レースあって、うん、1番人気が入ってるのが何レースで、はい、2番人気が何レース3番人気が何レースっていうのが、はい、うん、ちょっと探したんですけど統計がなかったんで僕が調べたんですね、はい、そうすると結果としてはですね、はい、7月8月のレース14レースこれ全部です、うん、1番人気が3着以内に入ってるレースっていうのは14レース中7レースです、はい、50%、はい、2番人気が入ってたのが14レース中10レース、はい、71.4%、はい、1番人気よりも多かったということです、はい、うん、わかりますね、うん、3番人気は14レース中7レース、うんうん、これ1番人気と同じぐらい入ってたっていうこと、うん、はい、で4番人気はって、うん、これ最終オッズで統計を見ましたんで、うん、14レース中4レースだって28.6% だったんですけど実際は前日オッズっていうのを見ると14レース中3レースだったんですね、うん、そうすると 21.4%、はい、これ見るとですね、はいはい、50%、71.4%、50%、まあ、21.4% ってすると、うん、はい、この3番人気と4番人気にすごく大きな差がありますよね。わかりますよね。で、1番人気と 2番人気と3番人気にも非常に大きな差がありますよね。うん、そうすると結果も、やっぱり、うんうん、
2番人気、3番人気、うん、4番人気という順でしたっていうことなんですね、うんうんうん、はい、やっぱり馬券ファンの人は統計で決めてるのが馬券を買った結果ですから、さすがだなということなんですよね、はい、うん、でもここ近年、はい、一番人気の3着以内の率が非常に下がってるっていうのが非常に特徴です。これは昔からではありません、はい、僕は個人的にこれはコロナ禍の競馬の特徴じゃないのかなって思ってるんですね、うんうん、なんでコロナ禍の時にそういうことが起きるかというと、うん、その統計の物差しありますよね、だいたい5年とか10年とかなんですけど、うんうん、じゃあ5年10年の統計って、うん、そのレース5年前10年前のレースって、はい、コロナないですよねっていうことなんです。と、はい、いうことはその物差しに、うん、基準にズレが生じますよねっていうことです、うんうん、はい、環境競馬が行われている環境が違いますよねっていうことですよね、はい、うん、はい、そこで僕はあの競馬ファンがというよりは、うん、まあ、あの人間が、うん、このコロナ禍についていけてない一つの例がこれじゃないかなって思ってるんですね。わかりますよね、はい、じゃあどうすればいいのかって言ったら僕は、はい、その直近5年10年のそのデータも非常に大切なんですね、はい、それが全部ダメじゃなくって、うん、それにプラスアルファされるってことなんですね、はい、じゃあって言ったらこの直近の統計ですよね、はい、なんか僕がこの7月8月、はい、ね、でこの前ちらっと福山さんにも見せましたけど、その前1月から6月までの重賞だったら、はい、まあ、ちなみに、はい、うん、一番人気だったらその3着以内が 50%、はい、これさっきと一緒ですね、はい、2番人気 47%、うん、さっきはすごく高かったけど、うん、1月から6月まではそうでもなかったんですよね、はい、で3番人気は 39.4%、はい、4番人気が 37.9%、はい、さっきはその7月8月に絞ると、はい、うん、その2番人気と3番人気と4番人気の3着以内率は非常に明確な差があったんですけど、はい、その1月から6月までの統計を見ると 2番人気と3番人気にはやっぱりまあまあの差があるんですけど、3番人気と4番人気の差にあまり大きな差がないっていうことですよね、うんうん、あの夏競馬は荒れる荒れるっていうのはやっぱりこういうことも含めて、うんうん、これ上位人気だけでこういうその1月から6月までと違う、うん、統計の数字が出てきてるっていうことは、その下の方もまたもっと、はい、あの違う統計が出てるはずなんですよね、うん、だからまあ夏競馬はもともと荒れるって言われてるんですけど、うん、はい、でもそれはまあ 5年前、まあ、コロナがなければね、うん、5年前の夏も10年前の夏も、うん、あの夏競馬に変わりはないんで、あの統計っていうのであのコロナが始まるまではうまくいってたんじゃないかなって思うんですよ、うんうんうん、でもコロナが始まってから、うん、いろんなことが、はい、そのうまくいかなくなりましたよね、うんうん、それってやっぱり統計ということを非常に重んじる、うん、その競馬においてはものすごく影響が出てるんじゃないかなって思うんですね。わかりますよね、はい、うん、それが正しいっていうんじゃなくて、うん、その直近の統計というものを考える。じゃあこれ1月から6月までがそんな感じでしたよね、はい、で7月から8月までがそうでしたよね、はい、そうすると9月から10月までってどうなるんだろうっていうのは自分で、うん、はい、この重賞で3着以内に何番人気が入ったのかなっていうのをこうずっと統計を取っていけば、うんうん、あ、なんか1月から6月みたいに少し戻ってるなとか、うん、うん、なんか去年にちょっと近づいてるなとか、うんうん、そういうことも今後分かってくるんじゃないかなと思いますよね、うん、はい、うん、でも基本はこれ結果ですよね、うん、基本はその人気順っていうのが、はい、統計を元にした馬券を買った人のものすごく予想した人のね、はい、あの、うん、結果が人気なんだから、はい、肩を使うとなると2番3番4番人気から1頭軸選んでくださいねって言ったら、はい、そのちゃんとした理由がなければ2番人気なんですね、うんうん、で相手を5番6番7番8番から選んでくださいねって言ったら、この7番8番に
よっぽどのプラス材料、うん、で5番6番によっぽどのマイナス材料がなければ5番6番だっていうこと、うんはいうん、これシンプルでしょ。そうですね、うんはい、ただ前半はここで終わって、はい、もう少し、うん、詳しく話していきますね。はい、ありがとうございました。